こんばんは。70代のフラワーデザイナー坂根真由チャンネル。聖火でマイナスイオンいっぱいのアトリエのお花を紹介いたします。今日は珍しいお花ですね。タラスピって何ですか？レモンリーフ、ポンポンマム、トルコキキョウ、リンドウ、クジャクソウ、ウンリュウヤナギとたくさんのお花がありますよね。ここからマイナスイオンがいっぱい、アトリエはとっても気分がいい日です。一級のフラワーライセンスのお勉強やら、構造的2級ですね、それからカルチャーの方、研究家の方、いろんなお花をご紹介いたしますので、どうぞご覧ください。最後に変なパンプキンが出てきますから、それも興味津々でご覧ください。一級を目指す彼女、素晴らしく腕を上げましたよ。新古典です。これもとっても難しいんです。大器晩成型のつるうめもどき、素敵ですね。坂根真由チャンネルではオリジナルのコサージュを作ったり、情報を配信いたしますので、よかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。クリスマスまでに200名目標をまた立てまして、よかったらチャンネル登録とコメントもどんどんお寄せください。これは一応パンプキンです。ハロウィン用の花束を仕上げております。ライセンスを取られて、まだまだ向上心のある方のための研究家でございます。いかがでしょうか？皆さん、レッスンお疲れ様でした。